谷八郎は、日本競馬会、国営競馬、日本中央競馬会に所属した、騎手、競争馬長教師。長教師時代に、クラシック二冠馬光る今井などを管理した。長男、谷清は、現在中央競馬長教師。田島義穂、田原正樹、幸井秀明は、それぞれ文科生である。京都府出身。旧生命、宮城八郎。 1922年、神奈川県中軍二宮町に生まれる。聖火は馬車運送業を営みながら、馬主として競走馬も所有しており、幼い頃から馬に親しんだ。小学校を卒業後、地方競馬の羽田競馬場少年騎手養成所に、第一期生として入所、後に機種として羽田や八王子で騎乗した。その後、日中戦争の激化とともに、地方競馬が休止されていき、 全国組織である日本競馬会に移る。当初は和紙に京都競馬場の谷栄次郎を紹介されたが、当時の谷厩舎には、つなぎが即歩競争用の馬しかおらず、騎手免許交付の要件を満たしていなかったため、東京競馬場の川崎慶次郎厩舎に入門した。1942年に同会で騎士免許を取得。しかし前年末に勃発した。 太平洋戦争の戦況悪化により徴兵を受け、終戦まで陸軍この絵師団で過ごした。復員後、平気前よりの役場に従って、京都に移り、一般競争馬を入れていた谷休社に所属。翌1946年、栄次郎の命と結婚、婿養子となり、谷八郎と改正した。以後は、騎手として活動したが、大柄で年を重ねるごとに体重が増加していったため、 騎手生活の後半は主につなぎが速報競争に起乗していた。騎手成績は通算1264千98勝。騎手として大競争を勝つことはなかったが、1955年10月22日に行われた阪神第六競争において立花姫に起乗した際、単勝オッズ558.7倍という最低人気ながら勝利し、 中央競馬における単勝配当の史上最高記録を樹立している。この記録は2014年4月26日に更新されるまで58年半にわたり保持された。1959年より長教師に展示、京都競馬場に旧車を開業。翌1960年春に、禁止王で玉椿記念を制し、重賞競争を初制覇。以後三発的に重賞に勝利していたが、 1971年、雑種決闘とも呼ばれた、天野光今井で、札幌賞と東京優秀に優勝し、八大競争制覇を果たした。同馬の主戦騎手は、弟子の田島良保が務め、田島は、史上2番目に若いダービージョッキーとなっている。光今井は、史上3頭目のクラシック三冠がかかった、菊花賞を前に、屈腱ンを発祥し、三冠に挑むことなく引退した。 また、同馬は後に、他人の計らいにより、余生を、鹿児島県の牧場で送ったが、他人の顧客には、九州出身の場所が多く、一時は管理場の半数以上が、九州三馬で占められるなど、九州三馬の谷としても知られた。ただしこれは、九州三馬を誰も預かりたがらなかったからであるといい、他人自身はこの呼び名を好まなかった。光るい以い子 引退までの重傷勝利は二勝と華々しいものではなかったが、人材の面では田島に加え、通算戦勝を達成し、天才とも称された。田原正聖らを育成した。最後の弟子である、幸い秀明も戦勝を達成している。若い田島を一貫して、光るい舞に乗せ続けたことに礼示されるように、谷は弟子に早くから責任を持たせ、その上で、各自の自主性を重んじた。 1998年2月28日をもって定年引退。調教師通算成績は7615,657勝であった。上記の他地方競馬で3 5 0 0五5主な管理場、編集。括弧内は谷管理下の優勝重賞競争。太島は八大競争。太島、は門下生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。 ありがとうございます。